俺はエスパでよかったなって思いましたけどね。いや、ジュビロの練習がめちゃめちゃきついって話をよく聞いたんで、エスパはすごい、結構なんかプロに近い練習みたいな感じだったんで、本当にこんな目にやっていいのかっていうぐらいきつかったって僕はユースとかには入りたくなくて、高校サッカーやりたくて、サッカーやめようかなとか。そのジュビロユースに落ちた時が一番なんか考えたというか、まあどうしようというか焦ったとか。本日のゲストはエスパルスユース出身で精度の高いキックと対人の強さを武器にブラウブリッツ秋田を J2 に導いた秋田不動の右サイドバック鈴木純也選手。そしてジュビロユース出身、高い技術力と闘争心で攻守ともに高いレベルでこなすマルチプレーヤー、地元アスルクラル沼津が誇る鈴木健志郎選手。ジュビロ沼津出身のお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。小学校からは一緒ですね。クラスは一緒になったっけ。なってないよね。なってないの、ね、行ったことないですね。でもマジで多分一番行ってた時はケンシロウの家に、マジで行ってる時は週 2,3、ぐらい泊まり行ったりしてたよね。学校終わったらケンシロウの家に帰って、そのままケンシロウの家の近くの公園で鬼ごっこやったりサッカーやったりして、そのまま朝からの練習行くみたいな幼馴染って感じですね。うん。で昔は今みたいな、なんかでかくなくて結構ちっちゃかったんですけど、足元の技術はあって、結構すごい動き回ってるイメージですかね。健志郎選手はいかがですか？純也は、小学校からキックが、マジ日本一上手いってぐらい上手くて、小学生離れしたキックで相手のキーパーの顔面にぶちゃってるの覚えてますね。懐かしい。あったね、そんなこと。小学校に行くのも、あとサッカーに行くのも結構泣いてましたね。行くのが嫌で。健志郎も、え、小学校泣いてなかった？1年生の時。そうですね。僕は泣きまして、僕もサッカーも泣いてたし、小学校行くのも泣いてて、教室までおばあちゃんとかついてきてもらって、なんか毎日参加民みたいになってました。小1とかまあでもサッカーやってたことで友達がやっぱ増えたっていうのはだいぶあります。まあ、うん、それはあるかもしれない。俺はケンシロ一緒に行ったけど、トコハかどっかケンシロ一緒に行ってないかな。トコハは行ったかな、一回見に。まあでももともとジュビロ沼津そのまま行く予定だったんで、他はあんまり考えてなかったっす。僕はトコハか、あとは静学の練習も一回参加しに行って、まあでもジュビ沼を選びましたね。吉田監督ってどんな監督でした？中学の時とかは結構なんか、まあ髪型、いろんな髪型がついてジュビ沼って結構なんか奇抜な感じだったんで、それに対してめちゃめちゃいじくったり、あとは、まあ、練習中またとか通したら、はいまたねみたいな感じで、結構いじるのとか好きよね。結構そうですね、なんかみんないじったりしてて、まあ、練習はすごい面白かったです。うん、見た目ちょっと怖そうなんですけど、全然そんなことなくて、結構なんか真剣つつ楽しさも教えてくれたんで、めちゃめちゃ良かったです。中学の時は純也選手はキャプテンですか、その時の時点。あ、そうです。どうでしたか、純也キャプテンは。まとまりがすごいですね。キャプテンにふさわしいっていうか、純也イコールキャプテンっていうのはもうありますね、僕の中で。最終的に自分たちの代は全国は出られたんですか？冬は高円戸、あれ一応全国大会。あ、高円戸は出ましたね。高円戸的1回2回で負けたっけ。苦い思い出あります。懐かしい。ジュビロ沼津っていうチームと、ケンシロウが行ったジュビロユースが、まあ姉妹クラブみたいな感じで、毎年なんかジュビロ沼津から、まあ、3、4人ぐらいはこう昇格みたいなのしてたんですけど、
一応自分もそこに行けるかなと思ってたら、何回目の練習参加とかねって落ちちゃって、俺はで俺どうしようと思ってて、そしたらまあエスパルスが拾ってくれたというか、まあ、エスパルスのことになったというかっていう感じだったんですよね、はい、だから最初はジュビロユースでしか考えてなかったんですけど、はい、俺は落ちちゃったんでエスパ行くことになったっていう感じですね。俺は僕はユースとかに入りたくなくて、高校サッカーやりたくて桐生に行きたくて、そうです、あんまなんか、まあ、サッカーやりながらも、まあ、地元をそんな離れたくないってのあったんで、はい、ずっと桐生行くっていうあれだったんですけど、まあ、誘われたり監督に、吉田さんにやっぱ絶対行った方がいいって言われたんで、そこで行った感じですかね。俺はエスパでよかったなって思いましたけどね。マジか。いや、ジュビロの練習がめちゃめちゃきついって話をよく聞いたんで。やばかったっすね。ね、あ、そうなんすね。そうそうそう。エスパはすごい、こう、時間も短いし、走りとかも全然なかったんで、結構なんかプロに近い練習みたいな感じだったんで、だからエスパルスユース、なんかジュビロ行った、まあ、ケンシロウとか、まあ、国体的ケンシロウとか、あと他のジュビロの選手と一緒になることあったんで、そこでジュビロの事情とか練習とか聞くと、いや、エスパーでよかったなって思いましたけどね。そんなにきつかったですか、デビューする。そうですね、毎週火曜日はもう走りっていうか、もうフィジカルメインで、今、トップチームにいるシューマンさんっていう人がいるんですけど、まあ、その人が結構来てくれて、フィジカルメニュー考えてくれるんですけど、もうこんなメニューやっていいのかっていうぐらいきつかったんで、前日がオフなんですけど、まあ、そのオフも全然次の日走りだっていう考えで、あんま楽しめた記憶ないですね。その時のチームメイトが中野聖弥選手とか、そうですね、どんな選手ですか。いや、とりあえず点取りますね。なんか、マジで取るよね。高校の時もプリンスでなんか4試合か5試合ぐらいハットトリック連続で取ったり、まあ、なんか裏蹴っとけばあいつが点取ってくれるみたいな。間違いない。ゴールの空角とスピードもめちゃめちゃあったんで、あの通りだから、まあ、僕たちは預けるだけって感じでしたね、聖弥には。エスパーはでも自分の代だったら高際徹っていうのがそのトップチームに上がったぐらいで、はいはいはい、あとはいないですけど、やっぱ一個下が結構強くて、まあ、北川晃也とか、はいはい、宮本晃太とか水谷拓磨とかそこら辺がいて、あと、まあ、西澤健太とかが、はいはいはい、一個下が結構揃ってましたね。確かにね、一個下めっちゃ強いよね。うん、強かったね。一個上に石毛くんとか加賀美翔くんとかいたりして、なんかまあ周りの世代とかになんか恵まれてよかったですね。それこそ直接対決って、何回かのクラブユースの予選だけなんで、ね、だから一緒に研修を戦ったってなんか1回2回ぐらい一緒のあれね、ライバル心みたいなのがありますね。どうなんですか、あんまポジションとか一緒だったわけじゃないからな。そうですね、ライバル心っていうか、まあ、でも、うん、チーム的にはやっぱあれですね、エスパに負けたくないっていうのはありましたね、うん、自分はさっき言ったそのジュビロユース落ちた時がまあいろいろなんか小さな挫折っていうか、まあ悔しいことってあったんですけど、でもそれまで何かそんな落ちる経験とかってあんまなかったですけど、そのジュビロユースに落ちた時が一番なんか考えたというか、まあどうしようというか焦ったとか、まあショックだったとか、いろんな気持ちがありましたね。だからその高校上がる時ですかね、自分は。僕はやっぱ中学の時に中1中2ぐらいの時はあんま試合出れなくて、身長も全然前から数えた方が早いぐらい、全然前から2、3番目ぐらいとかで、はい、やっぱ中学とかって体負けとかで差が出てくるところで、全然体も弱いしっていうので試合に全然絡めなくて、はい、
校ではもうサッカーやめようかなとか、親にも結構言われたしっていうので、そこはだいぶ中1中2の途中ぐらいまではこう挫折しちゃったっすね。もう親も毎日送り迎えしてくれましたし、で多分中学の途中ぐらいから僕中学校のサッカー部もやるようにして人より練習しようっていう考えになって、途中からサッカー部入れてもらったんですけど、で、お父さんもサッカー好きなんで、そこで一緒にお父さんとサッカーずっと練習したり、中学の部活に出て練習した後に自分の練習に来たんで、そこら辺がやっぱあれですかね、自分にとってプラスになったっていうか、部活も6時半とかまで夏とかはやってたんで、で自分の練習7時だったんで、うん、もう終わってすぐ行くとかそんな感じでしたね。ずっと人一倍努力したっていうか、しようと思ったのがやっぱきっかけですかね。伸びた大学の方で試合にちょっと出れなくて、3年の最初の方、監督にちょっとポジションないぞって言われて、でその時に俺はちょっとサッカーやめようかなとか思ったんですけど、前十字靭帯やってしまって4年の夏までできなくて、泣きそうになるぐらい沼津帰りたくてなんか急に吉田さんから、ケンさんから電話来て、俺秋田行くことになったんだけどみたいな、ケンさんが行くなら自分も行こうかなと思って秋田行きました。